よっしゃ。告知で。告知で。はい。告知で。入ります。はい。入ります。いや、でも、話聞くときめっちゃ楽そう。だるい。マジでだるい。ほんと意味わかんねえこいつって思った。そのぐらいかっこいいんだ。炎症と麻痺とか。しかもモブもさ全部麻痺ついてくるからさ、麻痺はめされるんだよ。いや、おのめこれマジ楽しいんだよな。でもうん、まあ楽しいけど、うん、殺されたけど楽しかった。もうそれが地獄ってそう、まあでも普通に5人やってモブがちょっとどのくらいの速さで倒されるのかって、さっきもモブねなんかほったらかしちゃったからな。それだからタンクできた説はあるかもしれない。あ、モブいたらでもなんか敵2体分受けるってきついよな。うん、まあそれはブレイクができなかった場合に避ける。あのね、全体攻撃の突水があれば、あのモブと敵を巻き込めるんだよね、全体攻撃で。うんうん、あらしなんのやつ。それかモブを、でもモブ1体しかいないからスイッチためにも使いにくいし、うん、早いとこ消してしまいたくなるんだよね、モブは。あの、いや、これマジでね、麻痺耐性ないと一生麻痺はめされてヒートが取れないって、ね、一応俺麻痺耐性は引いたからタンクはできるかもしれないけど、うん、俺は引いてないんだよ。うん、とりあえず入ってみるか。よし、じゃあちょっと、はい、ヒート取ったわ。とりあえずこれどうしたっけ、右回り、左の方がハイドラ系が右にずれるから、あの小春、ジョーロ小春が右に転がるから左だよね。今日はハント系周りが理想だと思う。はい、これで。はい。あ、結構削れてるね。あ、やばい。あ、そうそうそう、スタック削んないと。あ、そうだ。スタック削りを打って。あ、国民派、あ、オッケーオッケー、あ、いいね。あ、やばい。ちょっと助けに。やばいやばい。ごめん。ちょっと大丈夫。全然。よしよしよし。吉野部が入出しました。吉野部さんこんばんは。よいしょ。あ、これ全然倒せそうよ。よし。うん。このスペース、あ、でも後半が結構きついけど、まあでも大丈夫だと思う。あとは、モブをなんとかできれば多分いける。うん。あ、やばい、やばい。やばい。し。よいしょ。よしね。回復して。これはさすがに俺も要求。削ろう。あー、避けなかった。ちょっとむずいな、これ避けるの。ムーンクレイブルが高い。お、上、最悪、ちょっと待って、ヘイトが、まずい。あ、いけたわ。フォーカス来てよかったわ。これはオーバーチャージ止めた方がいいかな。え、なんかこいつ一バグやっぱきついな。やばい。うん。あ、なんかシンさんまだ途切れるな。あ、あ、これか。これで増援が来て。あ、やばい、これスタック50増えた。あ、これちょっと遠いな、増援が。一旦そっち行ってバリコンアタック打つか。覚醒いつ打とうかな。もう打った方がいいかな。こっち来い。覚醒打った。こっち来い、こっち来い、こっち来い。これ当たったか？わからん。140万出た。いや、モブのヒート取るのむずいわ。弱いな、俺。モブやばい。モブ来た。モブが、モブに殺されるよ、カズが。あ、こっち、これで、どうしよう、これ。ライトアタック打って、やばい、やばい。一旦ヘイト取って。モブ処理班欲しいな。あ、そうだね。どうしよう、これ。あ、モブ倒そう、早めに。これ全体攻撃で巻き込んで。まずい、まずい、まずい。はめられてる。
だって炎症しよし、モブ死んだ。よし、スタック削ろう。スタック削ろう。よしよし、ありがとうございます。よし、来た。怖い怖い怖い。待て待て待て。あーきつえ、これを周回しろと。そう。マジで頭おかしい、これ。俺、91層回ろうかな。いや、ほんとそれ。一応これ、百層の敵より強いみたいな位置づけ。何これ。裏返るのは誰にだよ。あ、やばい。ただ死んでる、これ。やばいって、これ。ギルランじゃん、これ。いや、待ってくれよ。マジでギルラン、これ。スタック増えたよ、ダメ軽減の。これブレイクしないとさ、これブレイクしない、ブレイク来ないし、これ。ブレイク。モブとボスのヘイト同時に来んの？これ楽園入れた方がいい、多分。これ刻印枠だから楽園入れれば、あの、削る。一瞬でさ、ヘイト切れるんだけど、こいつ。え、なんでなんで？え、誰かヘイトスキルって、誰か、え？え、モブはヘイト取んなくていいよ。あ、取った方がいいか。あ、いや、どうだろう。あれちょっと待って。わからん、もうモブ、モブが。モブ先に殺せ、これ。え、どうしよう、どうすればいいわかんねえ、マジで。ちょっとモブ殺そう、モブ。危ねえ、カジバ言う、カジバが死んでしまうから、モブをまず倒そう。え、これ、何からやっていいかわかんない。これ、モブの湧く場所ってランダムなのかな？これ、モブに覚醒使いたくないしな。覚醒は、もうないんだよ。これ、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 きついな。やばい。アルマさん、ここは。このゲーム、無理。頭悪いでしょ、このゲーム。これ、カジマでやっていいの？カジマでやっていいの？先生いいし？いや、でも、カジマ。おかしいよ、マジで強い。あとも悪い。あ、じゃあ起こす。あ、起こしてくれ。俺が、ちょっと。4人民が入室しました。マジでやってこいつ。頭悪いこれ。どうやればこれ安定して周回できるの？いや、安定しないでしょ。あ、でもガチ勢だと安定するのかな。え、でもやり方があるんじゃない？ちゃんと、なんか。アルファ、B スタケシ必須。教えろやり方。あ、やっぱスタケシ必須なんだ。4人民影に向いてないよね、これ。おかしいって、これ。影に、あ、倒せる、倒せる、やったーおぉ。これちなみにさ、これ誰かブレイクの時に打って、それ削れるとか、把握してる。いや、俺モブしかやってなかった。モブ、邪魔だろうなって思って、モブ全部優先した。いや、意味ないから。マジでどうすんだよ、これ。え、でもさ、これ思ったんだけど、レイピア一人さ、スタケシに鬼のようにやるやつがいればいいよね。ああ、そうだね。そいつが、もし、そうなんだと。てかさ、これさ。モブをね、担当してくれたら。さっきブレイクチャンス来た。あ、来たよ。2回来たよ。あ、マジで気づかんかった。リュウエさんと。モブやってて分かったかった。死にかけたし、2人死んだし、ブレイクで。いや、モブやってて気づかなかった、ブレイク。アルファ、C 指輪は火傷のコーヒーブレイク。マヒは3秒、スタケシ専用が1人がいる。リルリル、こんばんは。だって、だって、俺に情報くれ。スタケシ専なんか、レイピアでモブと1対1やって倒すみたいな人がいたら楽かも。火傷入るんだ。え、じゃあ指輪、火傷入れた方がいいの？俺、麻痺耐性50って言ってるけど。いや、マジで。コーヒーがいい？
あ、そうなんだ。は入れたの。え、待って、これそもそもカジマ弓で言っていいのこれ。いや、わかる。ちょっと待ってね。じゃあ、鬼ほどスタック削る編成にするわ。俺もそう、なるべくそう。あ、でも、表裏どっちもスタ削りの方がいいのかな。ちょっと待って。でも俺火力、でも、あ、火力じゃないしな。どっちももっとあるのすげ。どっちもあるし。いや、レイピア火力も、俺やれって言われたらできるけど。うん。でもスタックの溜まり方が良かったじゃん。だから、鬼ほど効いた方が。どうしよう、これブレイクまで無理やり、ブレイクチャンス来るまで無理やり削った方がいいのか、スタ削り、あ、でもスタ削り必須だよね。あ、やばい。取り外し機ないかも。それか、タンクをもう一人増やして、もう一人をモブのタンクにして。うん、あー、そういうこと？タンク二人編成とか？うわ、やべえ。でもそのモブが出るまでタンク何すんだろう。え、だからスタ削りでしょ。裏、ああ、そういうことね。それまでスタ削りして、で、モブが出たら、もう一人タンクが。はい、だから二人目のタンクはさ、うん、レイピア持った方がよくない？いいかもしんない。そうだね。レイピアのブレイクできる。うん、モブのタンクは多分それほどか、硬くしなくてもいけるかもしんない。ちょっと待って。やばい。取り外し機ゼロだったからさ、モーションいいやつに入れらんねえな。とりあえずちょっとボス部屋の前で待ってきますね。ちょっとごめん。スタケシさ、本当は生き残る石とかにしたかったんだけど、ちょっとモーション悪いけど、パワフルバンドでいいっすか？俺二人目、俺二人目のタンクできるかな？あ、俺やんなくていい？あー、うん、全然、俺、できるか、試して、麻痺、でも麻痺は使、あれ、麻痺使ってくんの、モブは。え、どうしよう、俺もスタケシ入れた方がいいかな、裏セットに。え、個人的に考えたのが、うん、スイッチ枠に、モッドで、スタ消し入れまくんじゃん。うん、で、レイピアコネクトで、バルコメ、スパコメ入れんじゃん。うん、で、あとは、天使アスナとかのバーストを入れとくじゃん。うん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 、そしたら、ブレイクもいけんのかなって。ああ、タンクも回復してできる。うん。で、ただブレイクが、トツだったらいけるけど、トツ水なんだよ、ね。あ、トツ水なの？うん。そう、トツ水限定なんだ、ね。だから、地合いが使えないんだよな。そうそうそ そう。あー、マジ？ゴミ。そう。ゴミ。俺、どうする？俺、麻痺耐性あるから、無理。一応俺も裏セットに、ちょっと、なんか。どうしよう、麻痺耐性。スタ削と地合い入れて、タンクやりながら、回避。俺、マルチ。水さ、アクアスプラッシュっていう、ブレイクゲージ増加量が多いのあるけど、8連撃で。これす、いや、まあ、ヘイト貯める槍。次に高いの、ウォーターコメットの40しかねえわ。だから無理だ。どうしよう、ブレイク、麻痺耐性、麻痺耐性いる？モブのタンクは。いや、モブもいるね。炎症。モブも麻痺してくるよ。でも、炎症優先かな。まあ、どっちでも。あ、まあまあ、避けるし、別にいいんじゃないですか。麻痺は。避けるなんか、ボスと離れてんなら、別に、きつくないと思う。でも、モブだったら、新やけどだけあればいい。やけどだけあればいい。ボスはちょっと範囲広いけど、ギリになる。まあ、とりあえず、やけど。どうしようかな。ちょっと。一応、俺も。あ。槍ってさ、ブレイクできないかなって思ってさ、突水で、ブレイクゲージ順で今調べたのよ。うん。2枚しか持ってなかったわ。槍さ、熟練度スキルでさ、熟練度レベル95でブレイク増加があるんだよね、熟練度。あれ取りたいよね。あ、でも、俺が持ってるスキルだと、一番ブレイクゲージ量が高いのが、バーストの幸で、うん、バーストで打っても76しかないんで。なるほど。うん、うん。だったらレイピアの方がいいな。ね。俺もあとその配布のやつしかない。クールウィッチにしようか。ツミズなぁ、俺あったかなぁ。スポーの吸収、アスナってやつが、
ブレイクゲージ量が多い。ただ8連だから、これしか打ちない。じゃあ俺火力に戻すね。あ、どうぞどうぞ。いや、受けたいのがいい。噴光入ってるけど、ボコボコにやられるから、小春の某小量がね、耐えるわ。どうしよう、表をスタック削りにして、裏を片手コンタンクにしようかな。俺だって突水多分火力、あ、でも80万くらい。でも80万でしょ ?100 万。覚醒で140万くらいしか出ないから。いやでも俺もさっきね、2、300万しか出なかったよ。あ、マジで?あ、じゃあいいのか。うん、いやでも、多分、スタックが80何の状態だったから。あ、そっかそっか。1にすれば全然違うと思う。まあ、ちょ、とりあえず俺これで大丈夫だ。俺ね、これさ、全体攻撃のヘイトスキルなんだけど、ボスに当たんないようにしたいね、これ。うん。